ミロクだかミクロだかなんだか知らねえですけど、余計なことしやがるですね。こうなったらまたボッコボコにしてやるですよ。なんだ、お前らあいつと喧嘩したことあんのか。希望の力、どういうこと。黒の王の弱点は私たちが抱く希望なんです。みんなの希望を私の弓矢に集めることであいつを倒したんですよ。ただその力が使えたのは絵本の中の話で、こっちの世界で同じようにできるかは正直わかりません。そうですよね、絵本と現実は違いますから。もう二人とも何うだうだ言ってるですか。前はそれで倒せたんだから、とりあえずやってみるです。ほらみんな、分かったらさっさと希望を持つですよ。希望か、それなら任せて。お姉ちゃん、これからも弟くんとやりたいこといっぱいあるから。デートしたり、一緒にお風呂入ったり、ゴロゴロしたり、あとあと。あ、お姉ちゃんばっかりずるいです。私だってそういう希望は捨ててませんよ。平和になったらお兄ちゃんにいっぱい構ってもらいます。お姉ちゃんに甘える先輩と妹の面倒を見る先輩か。今後の参考のために私も観察しておきたいかも。うわ、君って大変なんだな。今度飯でもおごってやるよ。いい感じに希望を抱きやがりましたね。じゃあそれを力に変えて黒の王をやっつけるですよ。あっ、力見せてやろう。続けます。そりゃゼレよ、マイリアスター。この勝利、我が陛下に捧げますわ。おかしいですよ、あゆあゆ。あいつ前より強くなってやがるです。どうしてですか。ものすごい闇の力が、あの魔物の方へ集まってきてるからだと思います。あの先輩、これってもしかして。あー、やっぱり世界中大変なことになってますもんね。たくさんの人たちの絶望をどんどん吸収してるんですよ。そんな力でパワーアップすんのかよ。おい、こういう時はどうすりゃいいんだ。それは黒の王が吸収した絶望以上に希望を集めるしかないと思います。でもそんな数の希望なんて今この場には。あ、突進してくる。まずいよ、避けきれない。そうはさせないわ。よいしょー。あ、魔物の突進を止めちゃった。この子すっごく力持ちね。でも負けないんだから。みんな大丈夫だべか。お前たちはエリザベスパークの？助けに来るのが遅いですよ。すみません、思ったよりも巨神の体内が広くて息が上がってしまって。本当だよ、なんでこんなにバカでっかいかな。みんな
まったく情けないのリマよ。この程度で諦めるなど貴様らしくもない。ほんとリノもよ、さっきからずっと弱腰なんだから。声はじゃーん、そう、あたしアリスよ、リノ。アリスちゃん、確かにこの服アリスちゃんです。どうしてここに。黒の王の力が絵本の外へ引っ張り出されてくのを感じたの。慌ててついてったらこっちの世界に来ちゃってね。でその後に私が巨神の体の中に導いたってわけ。ほーい、お疲れ様。ずいぶん苦戦してるわね。やっぱり助っ人を呼びまくっといて正解だったわ。さっきソルの塔に戻った時、世界中に救援を頼んだの。それで集まってきてくれたのがこの助っ人たちってわけ。うん、もちろんこの二人だけじゃないわよ。今まであんたが出会って絆を結んできた人たちを呼べるだけ呼ばせてもらったわ。だからこの後もいろんな助っ人が駆けつけてきてくれるはずよ。どう？心強いでしょ？そういうこと。だからもっと希望を持ちなさい。世界を救いたいって思ってるのはあんたたちだけじゃないんだからね。そやつの言う通りだ。確かに世界は今絶望にあふれておる。しかしわらわは未だ希望を失っておらぬ。ようやくロイド、思い続けた相手と共に暮らせるようになった。貴様らのおかげでわらわの世界は希望に満ちたのじゃ。それを今さら壊させるわけにはいかぬ。あなたそうね、人の恋路の邪魔をするやつは私が蹴っ飛ばしてあげちゃおうかしら。私も絶対絶望なんてしないわ。だってこの世界は私の世界を救ってくれた救世主リノ、あんたが生きる世界だもの。絶対に壊させたりしない。アリスちゃんそうですよね、まだ怖がる時じゃない。希望はあります、私の中にだって。そうよ、その調子。またあんたの弓に希望を集めてあいつの闇を払いましょう。救世主の力でサポートしてあげるから。はい、アリスちゃんがいれば鬼に泥棒ってやつです。うわ、相変わらずカッコつかないわね、あんたって。なんかあいつものすごいスピードで強くなってるよ。人数いるからサボれると思ったのに。圧倒的に希望の力が足りてないわね。もうこの世界の人たち諦めんの早すぎよ。一年燃えてますから無理もないと思いますよ。ただ確かにこのままじゃまずいですよね。もっとたくさんの希望が集まればいいんですけど。たくさんの希望な。ほんならここまでぎょうさん案内してきた甲斐がありそうやわ。あ、真帆ちゃん、それにカオンのみんなも助けに来てくれたのね。はい、たーい、遅れてごめんさ。ちょっとのんびり道草しちゃってたさ。おい、香織、
これは道草なんかじゃねえぞ。立派な警護って仕事だ。警護？みんな誰かを守ってきたの？見たところ誰もいないみたいだけど。それはね、足元を見てくれたまえ。なんでここにネズミたちが？あ、まさかこいつらも助っ人？当然です。姉さん方のピンチとあっちゃおとなしくなんざしてられません。こんなデカブツさっさと倒してうめえチーズを食いましょうぜ。世界が燃えてようと俺たち一家の前歯は一本も欠けちゃいねえ。そうだろう、お前ら。へえ、小せえやつばっかだけどいい根性してんじゃねえか。うんうん、とっても心強いさ。でも助っ人はこれだけじゃないさ。あって、あれ、あの人たちどこに？この飛び道具見覚えがあるべさ。まさか。ハンゾー、やっぱりお前だべか。お前も俺たちを助けに来たのか。思い上がるな。私たちは主をお守りするために参じたまで。主？あなたたちは主人を見限って行方をくらましたはずじゃ。それがな、うちもさっき事情を聞いて驚いたんやけど。半蔵遅いぞ。来るならもう少し早う来い。はっ、地産の段平にご容赦。我が姫よ。貴様らの牧場を襲った後のことだ。前の主人を捨て我らが当てなき抜け人となった。不忠者の汚名を背負ってな。当然行き場などどこにもなかった。だがこのお方は違った。悪名を顧みず再び忠義に生きようとさまよっていた私たちの意を汲んでくださったのだ。この恩返さずに終わるわけにはいかん。故にこの世界を滅ぼされるわけにはいかぬのだ。行くぞ忍びたちよ。はっ。外分表向きの見てくれなど何の当てにもならぬ。そうでなければわらわはただの魔物じゃからの。半蔵のやつ、今度はいいご主人様を見つけたってことか。そういうことなら仕方ねえな。エリザベスパークを接収しようとしたのは水に流してやるべ。私はまだ根に持ってるけど。まあまあいいじゃない、一緒に戦ってくれるっていうなら心強いし。ええ、そうね。おかげでたくさんの希望が集まったわ。これなら黒の王を弱らせることくらいはできそう。おお、これでやっと倒せるですね。じゃあガツンとやっちゃってください。絵本の世界にとっとと帰ってもらうですよ。絵本の、あのアリスちゃん、黒の王を倒したらあなたも帰っちゃうんですよね。
どさくさに紛れてついてきただけだからね。これが終われば黒の王は絵本の世界に戻る。そしたら私も同じように耐えることになるでしょうね。そうですか、せっかくまた会えたのに残念です。なーに落ち込んでんの。離れてたってずっと一緒よ。いつでもどんな時も私はあんたの味方でいるから、それだけは絶対に忘れないで、リノ。アリスちゃん。はい。じゃあ行きましょう。この弓にありったけの